はい、それではね、こちらブラックカラーの、圧縮ウールの紹介になります。人気のね、圧縮ウールシリーズなんですけども、この生地のね、まず特徴なんですけども、ものがねすごくいいんですよね。ウールの繊細さがねすごくね、表現されてる、生地になってます。ウールがやっぱり90%入ってるので、すごくね、やっぱりこうウールならではのね素材感とか、あとこの上質な光沢もね、すごくね、いいんじゃないかなと思います。で、圧縮ウール系の特徴、ちょっと見ていただいて分かりますかね。こう、切ったところもね、どけないっていうね、そんなね、良さもあります。なんかそういうのを生かしたね、切りっぱなしのデザインとかもね、すごくいいんじゃないかなと思います。はい、で、厚みなんですけども、これね、程よい厚みがあって、アウターがやっぱりいいんじゃないかなと思います。ジャケット、コートなんかがね、すごくね、いいと思いますし、あとね、シンプルな黒のこうウールの素材感を生かしたね、ちょっとこう圧縮系ならではのバッグなんかもね、すごくね、個人的にはね、いいんじゃないかなと思います。で、風合いなんですけども、これね、圧縮ウールなんですけども、程よい張り感がありながらも、やっぱりね、その中でもすごくね、柔らかいんですよね。圧縮ウール系ってね、結構ちょっとチープなものになると結構張り感があったりとか、チクチク感がしたりとかね、するんです。これはね、チクチク感も一切なくね、程よいしっかり感の中にもこう柔らかさがね、こんな感じでありますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、で、生地幅なんですけども、147センチあります。これもね、容赦余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。作品のご紹介をいたします。コートをね、作ってみました。とてもね、大人の雰囲気のあるね、仕上がりになっております。で、こちらね、襟がね、アクセントになってるんですよね。襟がとてもね、ボリュームのあるね、大きめ襟になっているんですけれども、こうすっきりとね、見えるシルエットにもなっております。ね、とてもエレガントなね、雰囲気に仕上がっております。そして、ボタンもね、1つついてるんですね。これがね、ワンボタンっていうのもね、アクセントになりますよね。でね、開けていただいてもいいし、こうして閉めていただいてもね、かっこよく素敵に着ることができます。ね、で、お袖も着やすいんですよね。こちらね、斜めに切り替えのあるラグランスリーブになっておりますので、こうゆとりもあってね、冬のこうゆったりとしたインナーともね、合わせやすくって着やすいタイプになっております。ね、黒いコートなのでね、いろんなシーンでもね、活躍できるんじゃないかなと思います。でね、こちらのね、素材がまたね、上品で素敵なんですよね。本当に少しなんですけれど、光沢といいますか、こうツヤ感がある素材になっているんですね。なので本当に仕立て映えするこう上品なね、仕上がりになっております。とてもね、素敵な雰囲気で作ることができました。割としっかりとしたね、生地になっておりますので、冬もね、暖かく着れるんじゃないかなと思います。ぜひね、これからのアイテムで、楽しみながら作っていただけたらと思います。